こんにちは、にです。今日は魔法戦士マジマジョペアーズのお世話大好きおしゃべりもこにゃん、こちらを見ていきたいと思います。はい、今日はおしゃべりもこにゃんです。女の子のおもちゃでは定番のね、お世話をするといろいろおしゃべりしてくれるおもちゃですね。パッケージはこのような感じで可愛らしいですね。はい、君のこと大好き、いろんなおしゃべりをするよ、甘えん坊のモコニャンのお世話をしてあげてねということで、こちらのねミルクやお魚をあげるといろいろおしゃべりしてくれるみたいで、あと魔女化ジュエルにもね対応していて、ジュエルをかざすといろいろねお話ししてくれるみたいですね。ここにモモカちゃん乗っております。そして横を見るといろいろなねモードが書いてあって、お食事であったりとか、ゆらゆら遊び、あと魔女化ジュエルでおしゃべり、結構いっぱいありますね。おねんね、おねだり、マジマジョピアーズとおしゃべりで、魔女化占いに魔女化ジュエルを集めてねと、10種類ねかざすと特別な音声が聞けるみたいですね。で、今まだ10種類ちょっとねないので、これは後でねまた別の動画にしたいと思います。そして反対側を見ると、こちらはいろいろ各モードの説明ですね。もしかしたら説明書は入ってないのかな、お食事モード、魔女化ジュエルモード、ゆらゆら遊びモード、おねだりモード、仲良しモード、魔女化ジュエルを集めてモードで、裏面見ると、はい、このような感じで内容のね説明ですね。モコニャン本体、魔女化ジュエル、ラブリーオパール、魔女化ミルク、お魚クッキーが入っております。このラブリーオパールのジュエルは第3話の漫画家さんのね回に登場したジュエルですね。で、この部分はちょっとこうねあんまり見ちゃいけないっていうか、いろいろなね仕組みについてのことですね。単4電池が3本で、これがねおしゃべりするまあねもので、これが入っているという感じでございます。それでは開けていきましょう。はい、出しました。いかがでしょうか。いや、めちゃくちゃ可愛いですね。モコニャンはね、猫みたいな形してるんですけども、猫ではなくて妖精なんですね。で、中身はこういった感じで、モコニャン本体に魔女化ミルク、そしてお魚クッキーにラブリーオパールの魔女化ジュエルとなっております。では、一個ずつね、細かく見ていきましょう。まずは魔女化ミルクです。哺乳瓶みたいな形になっていて、ここにね、マジマジョペアーズのマークが入っております。一周ぐるっと見ていくとこういった感じで、裏側はね、ハートや星があって、そこは特に何もないですね。で、モコニャにあげるときは、ここの部分をね、口元に当てるといいみたいです。次はお魚クッキーです。これはね、本当にクッキーみたいな感じで美味しそう。ここの、まあ、ヒレの部分が羽みたいな形にも見えますね。裏側を見ると、はい、こういった感じで、マジマジョピアーズのマークが入っております。で、このお魚クッキーをあげるときは、側面ね、ここではダメで、こっちかこっちかね、ここを口に当てると反応するみたいです。次はラブリーオパールの魔女化ジュエルです。周りの部分がピンクですごい女の子っぽいジュエルですね。中にはハートがあって弓矢が刺さっております。裏側はいつもと同じような感じでちゃんとね、ボールチェーンにつけることができます。音声についてはね、最後にいろいろ確認していきたいと思います。次はモコニャン本体です。すごい可愛らしいですね。一周ぐるっと見ていくと、こういった感じで、背中にはね、青いリボンがついております。モコニャンはね、普段はこう、白いモフモフのキーホルダーみたいな感じで、モモカちゃんたちと一緒にいますよね。で、まあ、敵が現れるっていうか、邪魔邪魔団とか出てきたらね、この形にヒョンとなるみたいな、そんな感じだったと思います。で、大きさはね、そこまで大きくなくて、枕元にね、ちょんと置くのにはちょうどいいサイズなんじゃないかなという感じで、こっからはね、あんまり見ちゃいけないポイントですね。モコニャンの中でございます。ここの下の部分ね、こうマジックテープになっててペリペリっと開けることができて、はい、こちらが、モコニャンの中身ですね。電話みたいな感じで、単4電池が3本ということで、電池の蓋はネジ式になっております。ここが電源のオンオフですね。で、ここがセンサーかな、多分口元のあたりね、これがこう来るような感じで、で、ここにね、こういろいろ当てると、ここでキャッチして、で、スピーカーついていて、ここから音声が鳴るという感じになります。ではね、電池を入れて、いろいろね、音声聞いてみましょう。はい、電池入れました。それでは電源オンにしていきましょう。お尻の部分ね、開けて、ここスイッチね、スイッチオン。
モコニャン喋った。じゃあ早速食べさせてみようか。魔女化ミルクいきましょう。魔女化ミルクを飲んでいる時が一番幸せだにゃー。いや、いいね。喋るね。次じゃクッキー。これあれかな、喋る内容変わるのかな、もっと行こうか。むしゃむしゃ、お魚クッキーお気に入りにゃん、みんなにもあげたいにゃん、ごちそうさまにゃん、もこにゃん幸せ。なるほど、ごちそうさました。もうちょい行こうか。ごちそうさまにゃん最高だったにゃん。もう食わせるなと。でも行こうか。もう本当に勘弁してくれっていうことね。なるほどね。じゃあ次ジュエル行ってみよう。ラブリーオパールのね、この付属していたジュエル。猫じゃないにゃん、猫にゃんだにゃ。あれ、ジュエルの説明はしないの。ピューラが発生しているにゃん。あー、ごめんなさい、行っちゃった。次なるほどね。ジュエルでいろんな音が鳴るんだけども、ちゃんとね、ランダムだけども、説明もしてくれるのね。じゃあちょっと他のくっつきタンザナイト行ってみよう。にゃにゃ、これはくっつきタンザナイト。なんでもくっついちゃうにゃー。なるほどね。これは面白いね。ちょっとじゃあ、みつきちゃんとかね、りんちゃんとか、ももかちゃんの、このジュエルでいきましょうか。これはね、おしゃべりモードになるみたいなんで、いきます。マジマジョマジカルハートマミーだにゃん。それってマジカル。おお、ももかちゃんの声出たね。マジマジョマジカルハートマミーだにゃん。それってマジカル。これはもうこれしかならないのかな。じゃあ次リンちゃんいきますね。突然喋るからちょっと怖いね。マシマシマジカルフローズンサファイアだにゃ。これはミステリーです。ああ、なるほど。やっぱり複数音声入ってるみたいですね。みつきちゃん行きましょう。マシマシマジカルフラワーストリンだにゃ。ハッピー花丸。いや、これ面白いね。じゃあ次はね、ゆらゆら遊びモードいきましょう。揺らすとなんか音が鳴るみたい。鳴らないっすよ。ああ、来た。どっかでゆらゆら、嬉しいにゃん。結構激しく揺らさないとダメみたい。楽しいにゃん。にゃーにゃー。おう。なんかね、このね、自分のっていうか、僕のタイミングとは違うタイミングで喋るところがいいね。で、横にすると寝ると。あ、寝た？寝ちゃったね。で、起こすと起きるみたい。起こします。
いや、これは楽しいですね。小さいお子さんは絶対満足できると思います。で、放置しておくと、いろいろね、おねだりしてくるので、そのおねだりをね、こう叶えてあげるっていうか、食べたいなとか寝たいなとか言ってくるので、それをやってあげるみたいなね。で、そのままさらに放置しておくと、スリープモードに入るみたいな、そういった感じになっております。で、魔女化占いに関しては、おねだりモードの時に、ね、モコニャンが、はい。はい、こんな感じでね、おねだり来るんで、にゃんだそろ、チューパチューパ、にゃはー、魔女化ミルクおいしいにゃ、おかわり欲しいにゃ、おかわりかい、おかわり、はい、チューチュー、魔女化ミルクを飲んでいる時が一番幸せだにゃ。こんな感じでね、モコニャンのお願いを聞いて、こういろいろやっていくみたいなね。で、占いはね、行ってこないとできないんで、ちょっとあれなんだけども、まあ、今までのね、魔女化ポルテや魔女化ルミナについている占いと似たような感じだと思います。で、あといろいろね、ジュエルをいっぱいこう、まあ、食わせるっていうか、リードしたりとか、あとゆらゆらすると、いっぱいおしゃべりが増えていくみたいです。最後にラブリーオパールの魔女化ジュエルの音声確認をしていきたいと思います。ラブリーオパール、メロメロにさせる魔法が使えるにゃん。マジマジャミュージックミュージックスタート。はい、魔法戦士マジマジョペアーズのお世話大好きおしゃべりモコニャンを見ていたんですけども、いかがだったでしょうか。可愛いモコニャンがね、たくさんおしゃべりしてくれてすごい楽しかったですね。で、横にするとスースー寝たりとか、あとゆらゆらするとね、反応したりとかで、そういった部分もね、楽しかったですね。まあ、ゆらゆらっていうよりかは結構ね、ゆさゆさみたいな感じでしたね。で、あと、魔女化ジュエルにも対応していて、いっぱいね、魔女化ジュエルをこう、かざしてあげればあげるほど、おしゃべりも増えていくとのことなので、まあ、この後ね、どんなおしゃべりしてくれるのか、すごい楽しみです。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたら、チャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それでは次の動画で、バイバイ。